難読漢字、意外と読めない日常言葉漢字が全部で24問です。では始めましょう。第1問。この漢字何と読む？正解は頸椎。頭を支えるための骨です。第2問。これ何と読む？正解はごまねく。両手を胸の前で組み合わせることです。第3問。この漢字何と読むでしょう？正解は内輪。手で仰いで風を起こす道具の一種です。第4問。これ何と読むでしょう？正解はドブネズミ。ネズミ科の哺乳類です。第5問。これ何と読むでしょう？正解は脳。見通しが効かないほど濃く立ち込めた霧のことです。第6問。この漢字何と読むでしょう？正解は僅差。わずかな違い、隔たりという意味です。第7問。これ何と読む？正解は通性。ある方向へと動く勢いのことです。第8問。この漢字何と読む？正解はさながら。そっくりそのまま、まるでという意味です。第9問。この漢字何と読むでしょうか？正解はどんぐり。ブナ科の果実の俗称です。第10問。これ何と読む？正解は給湯。湯を供給することです。第11問。この漢字何と読むでしょう？正解は芳醇。香り高く味の良いことです。第12問。この漢字何と読む？正解はすねる。素直に人に従わないで不平がましい態度を取ることです。第13問。これ何と読む？
正解はバリ。口汚く罵ることです。第14問、これ何と読むでしょう。正解はシャモ。統計用、観賞用、食肉用の鶏の一品種です。第15問、この漢字何と読む。正解は喧伝。世間に言い囃し、伝えることです。第16問、これ何と読むでしょう。正解は大夏。缶などを押すことです。第17問、これ何と読むでしょう。正解はおぞましい。いかにも嫌な感じがすることです。第18問、この漢字何と読む。正解はあうん。万物の始めと終わりのことです。第19問、この漢字何と読むでしょう。正解はことわざ。風刺、教訓、知識などを簡潔な言葉で表現したものです。第20問、これ何と読む。正解は凋落。しぼんで落ちること、また衰えることです。第21問、この漢字何と読むでしょう。正解はへこむ。表面の一部が周囲より低くなることです。第22問、これ何と読む。正解は包む。隠す、秘密にする、知られないようにするということです。第23問、これ何と読むでしょう。正解はハム。食物を噛んで食うということです。第24問、最後の問題です。この漢字何と読む。正解はぬるむ。熱い湯などが少し冷めることです。